エンデンジャードスピーシーズは協議で国際自然保護連合が定めたレッドリストのカテゴリーを意味する場合があり、その訳語として絶滅危惧種や絶滅危惧が用いられることもある。絶滅危惧種の数は増えていく傾向にある。絶滅危惧種の定義の詳細は現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用するならば、その存続は困難なものとされている。 抗義には絶滅の恐れのある種と呼ばれ、競議には IUCN レッドリストのエンデンジャードカテゴリーの訳語として用いられることもある。日本の環境庁が1991年に発表したレッドリストでは絶滅危惧種というカテゴリー名が使用されていた。また、環境省は2020年に環境省レッドリストを公表しており、同リストで絶滅危惧愛類。 絶滅危惧 IA 類、絶滅危惧 IB 類、絶滅危惧2類のいずれかの保全状況に分類された生物種が IUCN レッドリストの絶滅危惧種に該当する。生物のある種が絶滅すること自体は地球の生命の歴史においては無数に起きてきた事象である。しかし、人間の経済活動がかつてないほど増大した現代では人間活動が 生物環境に与える影響は無視できないほど大きく、それによる種の絶滅も発生してきている。野生生物の絶滅はこれからの社会のあり方にも深く影響すると考えられている。このような絶滅を防ぐためには生息環境の保全や場合によっては人間の直接介入などが必要とされることがある。保全活動の前提としてどの種が絶滅の危機にあるのか、 どの程度の危機なのか、また、危機の原因は何か、などを知る必要があり、生物種の絶滅危険程度のアセスメントが行われる。アセスメントは、地球規模で行われるものと、国や地域ごとに行われるものがある。前者では、国際自然保護連合により、アセスメントとレッドリスト作成が行われている。また、後者では日本においては、環境省が実施し、定期的に、 レッドリストレッドデータブックを公表している。しかし、クジラ類の哺乳類や海水魚、海生の軟体動物は水産庁が担当するため対象外となってしまっている。トドなどの気脚類の哺乳類は環境省と水産庁の両方で管理されるが評価基準が異なる。これらの事実から日本には完全にまとまった形のレッドデータブック及びレッドリストは 未だに存在しないと懸念されている。また、1990年代から各都道府県でも、学識経験者、地元有識者の意見や、生息調査に基づいて、レッドデータブックが作成、刊行されている。種の選定にあたっての現地調査の正確性や、客観性に左右される、評価基準と生息実態との乖離都道府県ごとの評価基準の不統一、 レッドリストの定期的な見直し、保全地域の選定、保全計画の策定等について課題が指摘されている。絶滅危惧種という名称をつけるにあたり、当初は絶滅危険種、貧滅種などの名称も広報に上がっていた。具の文字が1994年時点で常用漢字外だったことから、金を当てる絶滅危惧種の表記も見られた。絶滅危惧種の乱獲は、 個体数の減少の大きな原因の一つであるため、1975年4月にワシントン条約が発行し、締結国では絶滅危惧種の取引に制限がかけられている。この条約では絶滅危惧種が3つのカテゴリーに分けられ、最も絶滅の危険性が高い付属書1に掲載された種については商業取引が禁止されており、また学術目的の取引においても輸出、 輸入国双方の許可書が必要となるなど、厳重な取引規制が行われている。またこの条約の規制対象は生存している。個体だけではなく、白製や加工製品も規制対象となる。一方で加盟国は一部の種に留保をつけることで、その種について条約の対象外とすることが可能であり、また登録されている動物の扱いについても、加盟国間で論争が絶えない。 また、世界各国において、国内法でも絶滅危惧種の保護が行われている。日本においては1993年に種の保存法が施行され、ワシントン条約に代表される個体の取引規制の、ほか、生息地の保護や増殖に関しても様々な装置が定められた。絶滅危惧種の保護方法としては、まずその生息地における保全を行い、 個体数の減少を食い止め増加させることが基本となる。自然保護区の設定は絶滅危惧種保護の中でも普遍的な方法であり、適切な保護区設定が行われた場合は、絶滅を防ぐのに大きな効力を発揮するものの分布と保護区設定の間にズレがある場合、保護を得られない植物の絶滅危険性はむしろ上昇するため、種の分布と対応した保護区設定は、 非常に重要である。また、保護区が設定されても適切な予算配分や管理政策が行われずに形外化しているところも多く、2018年時点では世界の自然保護区の約3分の1において大規模な人類の活動が認められ、生息する生物にとって大きな圧力となっているとされた。生息地において大規模な環境変化や開発が進んだり、 個体数が減少しすぎて、自然状態での回復が困難な場合は、動物園や水族館などの施設において繁殖計画を実施し、種を保存する場合もある。こうした計画は、単館で行うものではなく、世界中の施設の間で個体をやり取りし、相対としての絶滅回避を目指す。繁殖計画が成功し、生息域の自然環境も回復して、 再び自然に増殖することが可能と判断された場合は、当該地域に野生復帰が行われる場合があるが、失敗に終わってしまった事例も存在し、計画実施には長期にわたる管理計画が不可欠となっている。絶滅危惧種のクローンを作成し、個体数を増加させて、絶滅を回避することも試みられているが、クローン技術は未だ不安定であるため成功例は少なく、また、 個体数が少ないため生まれた子供を同種集団の中で生育できないなどの問題が存在する。また、将来的な絶滅に備え遺伝子銀行などに、絶滅危惧種の遺伝子を保存することも行われている。日本国内に生息する絶滅危惧種としては、アマミのクロウサギ、イリオモテヤマネコ、カブトガニ、クロマグロ、コウノトリ、ジュゴン、トキ、ラッコなどが知られる。上島秀樹、 特別公園閉鎖性海域の環境管理と修復に向けて、振動、音響新技術シンポジウム公園論文集、第2001巻2001年116。ありがとうございます。